ちょっと待って、ちょっと、早いぞ、展開が。ちょっとお前ら今、驚いただろうが、早いな、これはな。始まったばっかだからね。お前らの恋愛も始まったばっかだよな。動画も始まったばっかだ。早えよ、それは。お前、ヒモテーズ脱却してさ、お前みんなから羨ましがられてたのにさ、もう戻りたいの。お前、贅沢だな。いやでも、まあいいよ。ヒモテーズは戻ってくることに関しては寛容だから。ああ。まあまあいいだろう。ちょっと教えてくれよ、いろいろ恋愛について。どうだろう。うわ、でも売れ残り返しすぎるだろう。ちょっと売れ残りの買い主としてさ、ちょっとお前に俺ムカついてるよ。タヌキチ。お前グー出るぞ。うわぁ、かわいそう、売れ残り。お前、お前何被害者ずらしてんだ、お前は。こっ！うわ、こいつ、ちょっと調子こいてるわ。お前さ、売れ残りを踏み台に使っただろう。こいつ初めての彼女だからさ、とりあえずまずさ、安牌なとこから狙ってさ、うわ、こいつクズだよ。お前もうヒモテーズに戻ってくんな。お前の席もうねえから、ヒモテーズに。ああ、誰も座りたくねえ席だけどよ。ああ？ちょっと俺、売れ残りのケアするわ。ああ、さすがにちょっとこれはかわいそすぎるわ、売れ残りが。ちょっと思い出見てみようかな。どんな思い出があったのかって、うん、これも毎回みんな海とな、娯楽がないから、ね、しょうがないのよ、これ。みんな思い出一緒になるんだって。ね、なんかこれ海で一緒になんかはしゃぎながら追いかけ合うと楽しいよ、みたいな。そういう情報も出回っちゃうから。みんなそれをやっぱなぞるんだよ。じゃあ俺奮発しちゃいます。これ旅行。もういいよ。いいよ。うん、俺残り。いや、お前かわいそうだから。いいよ、行ってこいよ。あ、中国ね。一人で中国。あ、いいじゃん、いいじゃん。どんな感じの旅行だろう。あ、もうこんなの見たらさ、心洗われるでしょう。最高最高、これ。めっちゃ綺麗じゃん。いいよ、いいよ。次どこ行くの？あ、パンダは癒されるよ。そりゃ、ね、クマがパンダのな、お前同種族だけど。兄弟に会うようなもんだけどね。いや、これはいいんじゃない？あ、大爆、あ、これ見てみたいわ。俺やってこんな、バーンってなってるでしょ。水とかバーってなってるとこでしょ。これはいいよ。うん。あ、これは待って。こいつもかなり気分転換できたんじゃない？一発になるんじゃないこれ。もしかしたら。あ、これマックスだからね、今、落ち込み度。下がるかな？うわっ！すげえ！昇進旅行、すごっ！マジで？一発で治るんだ。これ、すごいな。いや、まあ、想像できねえけど。なんかさっき使ってたやつじゃないそれ。フィルム残ったからだろ。はい、ということですね。まあ、まだ2日経ちましてなんですけども、なんかこいつがおもむろにね、アイススケートの練習してんだよね。ああ、モテるために多分始めようとしてんだろうけど、なあ、手遅れだろうな、これ。どうした？お！のび太に恋人。うん。ああ、だもうこいつ思うとこあったんだよ。で、売れ残りがさ、振られたじゃん。だから、いや、売れ残りが昇進でかわいそうだから、のび太とくっつけてあげようみたいな。あ、お前にそういう善の心残ってたの？自分で行こうとはしないんだね。売れ残りはマジでこいつ親感覚で見てんだ。あ、でも優しいな。コアラはこの優しさ見せるってのはちょっと珍しいかもしれんな。でもこういう善行を積めば、ちょっと俺もいいことがあるかもしんないから。うん、じゃあこれいいんじゃない？それでは、二人も合わせてみます。まあまあまあ、いいよ。やっぱ自分のことよりね、人のことは気になってしまうって。まあこういう男なのにね、モテないからね。なんでだろうね。あ、でもいい感じじゃん。結構身長もいい感じだよ、これ。うん、やっぱ気になってんだな。うん、俺もそれは気になるよ。あ、でも待って、売れ残りめっちゃ楽しそうじゃん。え？いいんじゃないこれ。待って、これ来たかもしれんぞ。すげえ楽しそうだぞ。え、ちょっと待って、これ熱いぞ。うわ、これ来たかも。いや、分かってんな、やっぱコアラ。売れ残りと伸びた合いそうだなって思ったんだ。これ多分付き合うだろ。マジで。
使う。また遊ぼうね。売れ残り軽すぎん？惚れやすいのかな。いやまあ良かったかな、売れ残りが元気になるなら。付き合うことになったみたいです。良かったじゃん。俺が電話すると相手から声が大きすぎるとよく言われます。言われねえよ。俺はな、声が低いからな、聞き取りづらいんだよ相手からしたら。うわ、俺のこれも幸せそうだわ。お前何勝手に犬飼ってんだよ。野良犬連れてきたなこいつ。俺の子にさ、お前がなんか元気になったのは良かったよ。昇進旅行もしてあげたし、男も紹介してあげたよ。ただなんかちょっといろいろ軽くないかって俺思うんだよね。お前ちょっとぬいぐるみビッチじゃない、さすがに。あ、もうなんかほぼ全部買ったと思ったらさ、まだ買ってないやつあったんだね。マカダミアナッツとローストビーフ。これまだ買ったことねえんだ。ちょっと買ってみようかな、これ。誰かの好物の可能性あるからな。いや、この辺はちょっとね、定期的に食わした方がいいと思うんだよね。ちょっとあげてみるか。いや、ちょっとコアラちゃんにあげようかな。あれ？整形した？コアラちゃんはいろんな俺の視聴者の集合体だから、それは顔変わるときあるよ。毎回毎回顔変わってくんだから、ランダムに選ばれるんだから、みんなの中から。遊びに来てくれると、すごく嬉しいです。来てんな、これ。じゃあいいよ。飯もあげるよ。じゃあまずこれローストビーフちょっとあげてみよう。絶対うまいだろ。コアラちゃんまだ大好物と好物出てないからね。どうかな。お、これ好きなんじゃない。あ、好物1位になったわ。ちょっとこの勢いでマカダミアナッツ一缶全部食べんの。脂質やばすぎだろ。あ、こっちはそうでもないな。あ、レベルアップした。あ、そうだ、今コアラちゃんにさ、この携帯電話をこれ今渡したんだけど、この携帯電話を持ってると友達ができやすいっていうコメントを見たんだよね、前に。でいやまあとんでもねえ格好してんだけど、こいつコアラすっぴん、こいつ友達ゼロなんだよ。でも俺こいつに携帯電話前に渡してたんだよ。もう多分 1,2 週間前に渡してる。だから友達裏裏で作ってんじゃねえのこれ。ちょっと見てみようぜ。我慢が体に良くないですよ。放出した結果がヤバすぎるだろお前に関しては。どんだけ溜め込んでたんだよ。まあちょっと見た目はヤバいんだけど、これ見てよ、ほらここんところに携帯電話あるでしょ。だからもう友達バンバンできてるはずです。見てみましょう、こちら。はははいねえじゃねえかよ。おい、いねえじゃねえかよ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。またね。よし。